受賞を聞いた時はですね、胸がいっぱいになりました。それはこれまでいろんな出会ってきた被爆者の皆さんのお顔が浮かんだので、でも同時に浮かんできたのは、これは多分国際社会への、継承というかですね、憂いだろうなという気持ちがあって、核の脅しをしている、核兵器によって現状変更しようとしている国々に対する、一つの警鐘を鳴らしているということだろうなと。被爆者の体験を世界の記憶にしていくためにできることは何でもやっていかなきゃいけないなと思います。